ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は納豆よネバネバー。霊夢は毎日納豆だな。だって美味しいもの納豆ネバネバ。たまには他の大豆食品でも食べるか？そうね、大豆食品っていっぱいあるけど、栄養はどう違うのかしら？それじゃあ今回は各大豆食品の違いについて解説しようか。霊夢にぴったりな大豆食品が見つかると思うんだぜ。私は納豆なんだかったネバネバ。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は各大豆食品の栄養の違いについて解説するぜ。大豆は最強よ。まずは多くの大豆食品に共通する栄養について解説するぜ。大豆といったら植物性食品なのに高タンパクよね。そうだな、大豆食品はタンパク質が豊富な大豆からできているため、多くの大豆食品は高タンパクなんだ。でもタンパク質はお肉や魚でも摂取できるわよ。お肉でまっそうまっそう。実は大豆食品には高タンパクだけでなく、食物繊維が多いものもあるんだぜ。あ、そうだったわ食物繊維。大豆食品には食物繊維が多いため、肉や魚とは違い腸内環境を良くする効果があるんだぜ。通常の高タンパク食品は含まれているタンパク質が腸内の悪玉菌によって分解され、インドールやスカトールなどの匂い物質を作り出すんだ。そんなためお肉を多く食べるとおならや便が臭くなりやすくなるんだぜ。でも大豆食品の食物繊維で腸内環境が良くなるわよ。そうだな、大豆食品に多く含まれている食物繊維は不溶性であり、善玉菌を増やす働きもあるんだが、水溶性より効果は小さいんだ。腸内環境あまり良くならないの？でも不溶性食物繊維は繊維質で飲み込みにくく、早食い大食い予防になるし、便をかさ増ししてくれ便秘予防にもなるんだぜ。ただし大豆食品の中には食物繊維がほぼないものもあるんだ。確か豆腐や豆乳はほぼないのよね。でも大豆食品にはある成分が含まれているため、高タンパクでも悪玉菌が臭い成分を作り出す量が少なくなるんだ。それは大豆オリゴ糖なんだぜ。オリゴ糖、腸内環境が良くなるのよね。そうなんだ、オリゴ糖は善玉菌の餌になる糖質であり、様々な種類があるんだ。それで大豆オリゴ糖は他のオリゴ糖よりも善玉菌を増やす働きがあるんだ。そんなわけで大豆食品は高タンパクなんだけど、腸内環境を良くしてくれるんだぜ。ただしある大豆食品にはオリゴ糖が入ってないから、おいおい解説するんだぜ。何かしら、ネバネバー。それで大豆に含まれている脂質には、アルファリノレン酸があるんだぜ。アルファリノレン酸とは植物に含まれている脂質で、特にエゴマ油、アマニ油、クルミ、大豆に多く含まれているんだ。そんなアルファリノレン酸には、体内で DHA と EPA に変化する脂質でもあるんだぜ。それって体にいい脂質よね、青魚に多い。そうだな、これらの脂質は低温下でも固まりにくいため、水生生物がよく蓄えている脂質なんだ。それで DHA は脳の神経細胞の細胞膜の材料になる脂質で、EPA は血管や赤血球の材料になる脂質なんだ。DHA が脳の材料になると脳の機能が向上するので、勉強をしている人におすすめなんだ。また認知症予防のために摂取するのもいいんだぜ。それで EPA が血管の材料になると血管に弾力が出るようになり、強い血圧でも血管が破れにくくなるんだ。そして赤血球の材料になると、赤血球が柔らかくなり形を変形しやすくなるんだ。形が変形したらどうなるの？形が変形するようになったら、狭い毛細血管を通りやすくなるんだ。じゃあ毛細血管の血流が良くなるのね。そうなんだ、なので手足の冷えの予防にもなるんだ。それでアルファリノレン酸の1日の必要摂取量は 2g なんだ。 2g 少ないわね。それで水に大豆 100g あたりに含まれているアルファリノレン酸の量は 520mg なので、水に大豆を1日に約 384g 食べないとアルファリノレン酸を1日分摂取できないんだぜ。ちなみにアルファリノレン酸は熱に弱いので、実際にはこれよりも多く摂取しないといけないんだぜ。結構多いわね、私は簡単だけど。まあ、さっき挙げたアルファリノレン酸が多い食品も食べるようにしたら大豆 100g 食べると摂取しやすくなると思うんだ。大豆だけじゃなくて他の食品からも摂取してヘルシーよ。ちなみにアルファリノレン酸が多い大豆食品があるんだが、また後で解説するぜ。それで大豆食品に多い栄養素にはミネラルがあるんだ。ただしビタミン類はあまり多くないから、それらは野菜などから摂取するといいんだぜ。大豆だけじゃダメなのね、他のお肉もいっぱい食べるわよ。まったく霊夢は畑の肉と肉が好きなんだから。そして大豆食品には、様々な体にいい成分が含まれているんだぜ。いくつか挙げると、大豆レシチン、
イソフラボン、大豆サポニンなんだ。イソフラボン、セクシーになるポリフェノールよね、うふうふ。そうだな、イソフラボンは豆類に含まれているポリフェノールで、大豆の場合は大豆イソフラボンというんだ。そんなイソフラボンの効果には、女性ホルモンであるエストロゲンに近い働きをするんだ。女性ホルモン、女性らしい体を作るホルモンよね、うふうふ。そんなわけでイソフラボンを摂取すると、肌の弾力を作るコラーゲンを多く合成したり、肌の潤いを保つヒアルロン酸が体内で多く作られるんだ。大豆でお肌がうふうふ。さらには女性の更年期障害を防いでくれるんだ。更年期障害とは、閉経を終えた女性の女性ホルモンが減ることで、体調が悪くなることなんだ。女性ホルモンが減ると調子が悪くなるのね。主な症状としてのぼせ、発汗、寝汗などが起こるんだ。でも大豆食品のイソフラボンを摂取することで、女性ホルモンの減少を穴埋めしてくれるんだ。そんなわけでイソフラボンは女性の更年期障害を防いでくれるんだぜ。またイソフラボンにはカルシウムが骨から溶け出すのを防ぐ働きがあり、骨が脆くなる骨粗鬆症を防いでくれるんだぜ。骨も頑丈にしてくれるのね。そうなんだ、大豆食品にはカルシウムが多いので、この点でも骨粗鬆症予防になるんだ。次は大豆レシチンだぜ。大豆レシチンとは、大豆に含まれている乳化の性質がある成分なんだ。乳化、なんなのそれ？乳化とは水と油といった本来混ざらないものを混ぜる性質で、大豆レシチンが水と油の両方へ結びつくことで、間接的に水と油を混ぜるんだ。それでこの効果が血管内で起こると、血液中のコレステロールを血液中に溶かしてくれるんだぜ。コレステロールって固まると血栓になって血管を詰まらせるから病気予防になるわね。そうだな、そんなわけでコレステロールが気になる人は、コレステロールを控えるだけでなく大豆食品を食べてほしいんだぜ。ちなみにレシチンには卵黄に多い卵黄レシチンがあり、このレシチンの構成成分であるコリンが、脳の神経伝達物質になる性質があるんだ。そんなわけで卵黄に含まれている卵黄レシチンを摂取すると、脳にいい影響が出るんだぜ。勉強する前には親子丼よ。いっぱい食べてお昼寝しそうなんだぜ。それでこの2つのレシチンはちょっと効果が違ってて、大豆レシチンは血液中で長く効果を発揮してくれるので、血管に効果が長く効き、卵黄レシチンの場合、コリンの量が多いので脳にいい影響の方が大きいんだ。大豆は血管、卵は脳にいいのね。そして最後は大豆サポニンだな。大豆サポニンは大豆に含まれているサポニンで、サポニンは植物に含まれているえぐみ成分の一種なんだ。サポニンの効果には免疫力を高める、肝機能を高める、痰や咳を止める効果などがあるんだ。そして大豆サポニンの場合、ブドウ糖が脂肪と結びつくを防ぐ効果があるんだ。この効果によって脂肪の蓄積を防いでくれるんだぜ。じゃあダイエットには大豆ね、うふうふでセクシー。またサポニンを摂取すると、中性脂肪や総コレステロールが低下することがわかっていて、脂質の吸収を制御してくれるんだぜ。大豆食品はヘルシーってよく聞くけど体にいい効果がいっぱいで、本当にヘルシーだったわ。確かにそうだな、さらに自分に合った大豆食品を選んで食べたらさらに健康的になるんだぜ。でも逆に自分に合ってないものを選ぶと体に悪影響が出る可能性があるから。次の各大豆食品の栄養の解説も聞いてほしいんだぜ。大豆食品全制覇よマリサ。全く一番私の話を聞いてないのは霊夢なんだぜ。次は各大豆食品の栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。まずは大豆なんだぜ。まずは大豆ね、食べるとしたら水煮とかね。そうだな、それで大豆の健康効果はというと。言うと？さっき解説したことなんだぜ。ずこー。というわけで次は。確かに大豆そのままだからそうだけど、もう終わり？それじゃあいくつかヘルシーな大豆料理を解説するかレイム。ヘルシーでセクシーう夫婦。まずはポテトサラダに大豆なんだぜ。あ、ポテトと大豆って食感が似ているから違和感がなくていいわね。そうだな、それで大豆にはミネラルが多いと解説したんだが、ポテトサラダにはミネラルが少なくタンパク質も少ないんだ。そうね、ゆで卵を入れるけどいっぱい入れないし。あ、マリサ、大豆と卵で2種類のレシチンを摂取よ、レシチンよレシチン。なんなりか、チンのことを呼んでいる乙女は。あんたなんか呼んでないわよしし。チンは最近、カレーに大豆を入れるのが好きなり。それもいいな、カレーはルーなどで牛や豚の油脂を摂取するからな、大豆でデメリットを解消してほしいんだぜ。私は我慢できないからデメリットを解消する食べ方するんだから。好きなものを我慢するのはストレス溜まって逆に体に悪いから、みんなも大豆で他の食品のデメリットを相殺してほしいんだぜ。じゃあ洋食に大豆を入れてみるわね、ヘルシー。
霊夢なら体にいいものに大豆を入れてほしいんだぜ。ミネストローネとかな。ミネストローネ、トマトのスープに、キャベツ、玉ねぎ、じゃがいもたっぷりでヘルシー。そして霊夢はベーコン抜きなんだぜ。いやーベーコーン。はいはい、次行くんだぜ。次の大豆食品は豆腐なんだぜ。豆腐、プルプル柔らかくて食べたらお肌プルプルになっちゃうわ。そうだな、豆腐の特徴は消化吸収しやすいことなんだぜ。豆腐は大豆の絞り汁である豆乳をにがりで固めた食品なんだ。そんなわけで絞る前の大豆のカス、食物繊維がおからとして残り、絞り汁である豆乳には食物繊維がほぼ含まれてなく、豆腐にも食物繊維がほぼ含まれていないんだ。え、食物繊維がないの？そうなんだぜ、それで食物繊維が食品に多く含まれていると腹持ちがいいんだが、逆に言うと消化が悪くなるんだぜ。そんなわけで胃の調子が悪かったり、たくさん食べれない人は豆腐がおすすめなんだ。じゃあ食べ過ぎた人やもともと胃が弱かったり、風邪をひいたら大豆よりも豆腐がいいのね。そうなんだぜ、風邪にもいいんだ。もし風邪をひくと体がエネルギーを使って病原菌やウイルスを倒すんだが、食べ物を食べて消化器官がエネルギーを消費すると、病原菌やウイルスを倒すのが難しくなるんだ。そんなわけで消化にエネルギーを使わないようにするために、食べたものを吐いたりなどの症状が引き起こる場合があるんだ。元気つけるために食べようとするのは逆効果になっちゃうのね。そんなわけで風邪をひいた時は、気分が落ち着いて食欲が湧いた時に少し食べるのがいいんだ。それで食べるのは、消化にいいのがいいんだ。私はお粥を食べるわよ。お粥もいいな、また卵を加えた卵が湯で栄養を補給もいいな。そして豆腐も消化によく栄養豊富なので、温かいスープの中に入れるのもいいんだ。私は風邪ひいてなくても毎日食べるわよ、豆腐のスープごくごくごく。でも食物繊維がほぼないので、爆食い霊夢は食物繊維を多く食べないといけないんだぜ。次は豆乳なんだぜ。豆乳、豆腐を固める前の液体よね。そうだな、豆乳の特徴には多く栄養を摂取することができることと、毎日飲み続けやすいことなんだぜ。そして胃に優しいのよね。そうだな、豆乳から豆腐が作られているからな。それで豆乳は飲料であるのでごくごく飲むことができ、食物繊維以外の栄養を多く摂取できるんだ。そうね、ごくごく飲んで健康になっちゃうわ。でもイソフラボンを多く摂取すると、乳がんの発生や再発、妊娠中の場合は胎児の発育に影響が出る可能性があるんだ。いやー怖いわー。それで毎日摂取すると体に影響が出るイソフラボンの量が 75mg であり、豆乳 100g あたりのイソフラボンの量は 25mg ぐらいなんだ。なので豆乳を毎日 300g 以上欠かさず飲み続けると、こういった危険性が引き起こりやすくなるんだぜ。いやーもう豆乳飲めない。霊夢、この量は毎日欠かさず飲み続けた際の影響で、豆乳大好きで毎日飲み続けている人以外は大丈夫なんだぜ。そうなのね、心配して損したわ。豆乳1リットルごくごく。全く霊夢はダメダメなんだぜ。ちなみにサプリメントのイソフラボンは多く摂取できるため、サプリメントの過剰摂取でイソフラボンによる副作用が起こる場合があるんだ。なのでサプリメントはイソフラボンだけでなく、飲む量をきちんと守ってほしいんだ。私はサプリメントなんて飲まないわよ。だってご飯の方が美味しいもの。霊夢にとっての一番のサプリは断食なんだぜ。それで豆乳は毎日続けやすいというメリットがあるんだ。そうね、豆乳は美味しいものごくごく。いやー豆乳臭いわー。そんな時はきな粉を入れるといいんだぜ。きな粉は大豆を煎って粉状にしているためいい香りがするんだ。そんなわけできな粉を豆乳に入れると、きな粉のいい香りが豆乳の豆臭さを軽減してくれるんだ。同じ大豆が原料なのに組み合わせると飲みやすくなるのね。ごくごく飲みやすいわ。他の豆乳を美味しく飲む方法に、味付けされた豆乳飲料を買うことが挙げられるんだ。確かに豆乳飲料にはいろんな味があるわよね。牛乳よりも多いわ。いちご、紅茶、コーヒー、バナナ、抹茶に、抹茶、抹茶、抹茶。抹茶が飲みたいだけなんだぜ。そんなわけで豆乳はきな粉を入れて豆臭さを軽減したり、美味しく味付けされたものが販売されているので、豆乳は飲みやすく毎日飲み続けやすいんだぜ。私は全制覇するわよ。それで小さいパックで 200mg、だいたい 200g あるから、1パック飲んだら過剰摂取にならないわね。そうだな、もし飲みすぎたら飲まない日を作ってほしいんだぜ。次はおからなんだぜ。おから、うの花で出汁が染み込んだおから好きよ。それはよかったんだぜ。おからはさっき解説した豆乳を作るときに生まれた絞りカスであり、食物繊維が他の大豆食品より多いんだぜ。じゃあおからは食物繊維が多いのね。
それでおから 100g あたりの食物繊維の量は 11.5g であり、ほとんどの野菜よりも多いんだ。それでおからは不溶性食物繊維が多いため、水を多く吸うんだ。そんなため調理した際の水分の割合が増え、カロリーをオフすることができるんだ。カロリーオフ、セクシーでウフウフになっちゃうわ。それでお腹が膨れやすいので早食い大食い予防になるんだ。じゃあいっぱい食べれないじゃないセクシー。おからを食べないとむっちりセクシーになるんだぜ。でも不溶性食物繊維を多く食べすぎると、食物繊維が腸内で大きく膨らんで便の流れが悪くなったり、腸で膨らむことから、太ってないのにお腹周りが太く見えてしまうんだ。なのでおからたっぷりの料理を毎日食べないようにしてほしいんだぜ。太ってないのにむっちりだと思われるだなんて怖いわ。霊夢はすでにむっちりまんじゅうなんだぜ。次はきなこなんだぜ。きなこ、香ばしい香りがしているのに大豆が原料だなんて、ヘルシーよヘルシー。きなこの特徴としては少ない量で多くの栄養を摂取できることだな。そうね、水分が飛んでるから栄養たっぷりよ。でも粉をそのまま食べることはできないので、実際には多く摂取できないんだけどな。ずこー。でもきなこは他の大豆食品とは違い、和菓子に使ったり、料理の隠し味に使えるんだ。そんなわけで、大豆の栄養を美味しくちょっと加えることができるんだ。どんなに体にいいものでも毎日続けることができなかったら意味ないから、お菓子や隠し味に使えて毎日続けやすいきなこはおすすめなんだ。きなこは毎日美味しく無理なく続けられるのね。きなこ餅、おはぎ、わらび餅にカレーの隠し味。次は納豆なんだぜ。納豆ネバネバよネバネバ。納豆の特徴には発酵食品であるため、大豆の栄養が分解され消化吸収されやすいんだ。そんなため豆腐や豆乳と同じく消化器官に優しいんだぜ。じゃあ胃が強くない人や調子が悪い人は、豆腐、豆乳、納豆がいいのね。そして納豆といえば納豆菌なんだぜ。納豆菌、最強の菌よファイヤー。確かにそうだな、納豆菌は多くいる菌の中で生命力が強く、その理由に蛾胞というものを作るんだ。蛾胞とは細菌などの微生物が、周りの環境が危ないと感じた時に作るバリアのようなもので、この蛾胞のバリアで胃液から身を守るんだ。また納豆菌が作り出すネバネバによって身を守ることもでき、納豆菌は生命力が強い生き物なんだ。じゃあ納豆菌は腸まで多く移動できちゃうのね。そうなんだ、なので納豆菌は腸の中で活躍するんだぜ。もし腸内の悪玉菌が多く増えてしまうと、腸内で有害物質を多く生み出されてしまうんだ。その結果腸が傷ついて大腸がんになる可能性が高まるんだ。でも納豆菌が悪玉菌を倒して数を減らしてくれると、腸内で生まれる有害物質の量が減るんだ。ちなみに有害物質の中にはおならや便が臭くなる原因物質があるので、納豆を食べることはおならや便の匂いを軽減するのにつながるんだぜ。私は乙女なんだからいい香りなのよ。違うわ霊夢ちゃんはおならなんてしないのよー。今朝入ってきた納豆菌が活躍してブリブリー。霊夢の腸が元気ブリブリなんだぜ。そして納豆の中には納豆菌によって生み出された成分が含まれ、その一つに納豆キナーゼがあるんだ。納豆の名前がついている成分なのね。納豆キナーゼの働きに血栓を溶かして血流を良くする働きがあるんだ。でも熱に弱い、などの欠点などがあるんだが、納豆にも大豆レシチンが含まれているので、血流を良くする効果は十分あるんだ。じゃあ熱々のご飯に乗っけても大丈夫ね。また納豆にはビタミン K2 が多く含まれ、ビタミン K2 は発酵によって生み出されるビタミン K の一種なんだ。それでビタミン K2 には出血した際血液を固めたり、骨を強くする働きもあり、腸からのカルシウムの吸収を助けてくれるんだ。また抗酸化作用もあり、このことについて詳しく解説している動画があるので、動画概要欄から見てほしいんだぜ。納豆でキチキチネバネバ。そして納豆にはポリグルタミン酸があるんだぜ。ポリグルタミン酸、旨味成分のグルタミン酸がついているわね。納豆のネバネバ成分は水溶性食物繊維やポリグルタミン酸、その他成分によって作り出されていて、ポリグルタミン酸は旨味成分であるグルタミン酸が複数つながってできているんだ。じゃあ旨味があるのね、はは。そうなんだぜ、納豆が美味しい理由の一つに、このポリグルタミン酸が多いことが挙げられるんだ。どんなに体にいい食品でも続けられないと意味ないからね。ポリグルタミン酸を味わって納豆食べるわよ。全く食べることしか考えてないんだから。でも納豆にはある欠点があるんだぜ霊夢。納豆に欠点なんてないわよ最強よ。実は納豆には大豆オリゴ糖がほぼ含まれていないんだぜ。大豆オリゴ糖が納豆にないなんて腸内環境良くならないわー。
実は納豆が大豆の中で大繁殖する理由に、大豆に含まれている大豆オリゴ糖を栄養にしていることが挙げられるんだ。なので納豆菌が大豆オリゴ糖を分解して増えているので納豆にはほぼ大豆オリゴ糖が含まれていないんだ。納豆菌のせいでオリゴ糖が、でもそのおかげで納豆菌が増えるし、腸内環境も良くなるから欠点じゃないわね。そうだな、霊夢。それで納豆を食べると数日後に便として納豆菌も排出されるので、腸内環境を良くしたいなら、定期的に納豆を食べるのがいいんだ。だいたい毎日1パックが良くて、もしお腹の調子が悪くなる人は、2日に1パックと間隔を空けたり、数日食べない日を設けるのがいいんだ。私は調子がいいから毎日食べるわよー。でも納豆のネバネバや匂いが嫌いな人もいるわよね。そんな人はどうすればいいのかしら？それなら納豆汁がおすすめなんだぜ。納豆汁とは味噌汁に納豆を加えた味噌汁で、味噌汁に納豆を加えるだけで完成するんだ。それで納豆を味噌汁に加えると納豆のネバネバがとろみのように溶け出し、さらに匂いが弱まるので、納豆が嫌いな人はぜひ納豆汁を飲んでみてほしいんだぜ。インスタント味噌汁に納豆を加えるだけで簡単に作れちゃうわね。さらに納豆のポリグルタミン酸が味噌汁に溶け出すことで、味噌汁にさらに旨味成分が加わって美味しくなるんだぜ。旨味成分、ごくごく。そして納豆菌はピンチになると芽胞を作ったりするので、熱に強く、出来上がった味噌汁の温度で死滅することはないんだ。出来上がった味噌汁に納豆をねばー。それでお腹が冷えやすい人におすすめなんだぜ。腸内環境が良くてもお腹が冷えると腸への血流が減り、腸の活動が悪くなる可能性があるんだ。でも納豆汁で腸を温めれば腸内環境だけでなく、腸の活動も良くなりやすくなるんだぜ。私は美味しいから飲むわよ、ごくごくごく。あ、豆腐と油揚げと、豆乳、おから、もやし、枝豆、隠し味にきな粉と醤油を入れた納豆汁にしたら大豆三昧よ。グラコロバーガーよりも同じ食材から作られた食品を使用しているんだぜ。グラコロ、小麦粉たっぷり使ったグラコロ食べたくなってきたわよ。はいはい、今日は大豆食品の解説なんだぜ。それで大豆食品ってまだまだあるのよね。次は何かしら？もう長くなったので、次のパートで解説するんだぜ。みんなの好きな大豆食品や食べ方をコメントしていってね。美味しいご飯を共有したら私が食べに行くわよ。コメントしたらダメなんだぜ。ネバネバネバー。あ、納豆の神様よ神様。納豆の解説されて喜んでるんだぜ。それじゃあ納豆を味噌汁に入れてお供えよ、ネバネバ。ネバー。突然何よ神様。納豆を味噌汁に入れたらせっかくのネバネバがなくなるじゃろが。と、怒ってるんだぜ。ネバネバー。じゃあ、味噌汁がネバネバよ。すごい量のネバネバなんだぜ。これなら全部のネバネバが味噌汁に溶け込まないんだぜ。これならネバネバが楽しめちゃうわ、ネバモグネバモグ。じゃあ、ネバネバが多すぎて、体にかかっちゃったわ、ネバネバー。ネバネバ。